今日はワールドユースデーについてお話しいたします。今年の8月1日から6日までポルトガルのリスボンでワールドユースデー大会が行われます。これがロゴマークです。教皇フランシスコは今回の大会のテーマをマリアがエリザベトを訪問する場面、マリアは出かけて急いで山里へ向かったを選ばれました。この二人の出会いは神の神秘を宿した者同士の分かち合いです。二人はそれによってますます神様に近づき、神様との関係を深めていきました。ワールドユースデーにおいても神様から呼び集められた一人一人がその神秘を分かち合い、共にイエス・キリストとの友情を深めていくことができますように、ここにロザリオが描かれているのが分かります。ロザリオはマリア様と共に祈る道です。さあ、私たちもこのワールドユースデーという巡礼の旅にマリア様と共に出かけていきましょう。